さあ、来い。さあ。ナイス。ここで及川君のサーブ。お前がへこましたい相手、その2が目の前だ。思いっきりでいいぞ。分かってるよ。 西野や！上がった！けど直接正常側に帰っちまう。このサーブミスったらセットを落とすのに何通サーブだ。すげえこいつ。チャンスボール。レシーブは綺麗にセッターに返った。決定率が高いのはセンターからの速攻だろう。多分俺だったらそうする。 追い込まれたこの場面、及川さんは岩泉さんにあげる。うわあ！